れが私だから、ずっと君が好きだから。だからそんなさ、つまらないやつを好きにならないでよ、ベイベー。ねえ、君の彼氏はすぐに女性を下の名前で呼び合うやつだろう。残念ながら俺はそういう才能をまるで持ってないんだ。君の前では説明するし、声が震えて桜もになるし、だけども読んだ前からの数じゃそいつに負けない。現在俺が渡したいから、俺が渡したいから、ずっと君が好きだから。現在俺が渡したいから、俺が渡したいから、ということですね。これ2回目なんですけど、まあ多分1年生2年生はね、俺が1年生の頃にやったの知らないと思うんですけど、この4人がたまたまなんか飲み会かなんかの時に同じ席になって雲ってなりました。それです。おとといの、ライブで最後に出てきた栄さんの MC めっちゃかっこよくて、俺もやりたいなと思ったんですけど、なかなか思いつかないんでパクります。まあやっぱ今日めちゃめちゃ暑いと思うんですけど、まあ暑い昼もあれば涼しい夜ともあると思って、まあまだ暑いんですけど、で椿屋、まあ、煙屋かはなんか年齢制限のない AV って言ってたんですけど、まあ、僕たちは小学生のどしもネタみたいなバカな、はい、まあ、次の曲ちょっと静かなんですけど、さっきやったみたいに好きに暴れて帰ってください。はーい。いいぞはい、ということで2曲目が終わったんですけど、うまいどうでした？カッカッカッっていう曲だったんですけど、この星に
生まれんだ。だから神様一番ふざけて一番バレられる曲なんで、あの通せなりモッシュなりサークビットなんなりしていいんで頑張りましょう。ちょっとはい、次こういう曲やります。俺の中のドラゴンっていう曲なんで、ちょっとここのこれ俺昨日めっちゃ夜汗かきながらめっちゃ自分の部屋で書いたんで、ちょっとここ見てください。はい、行きます。
高いよ。